今禁断症状が出そうです。やらせてくれてありがとう。今まででね、一番なんか神ドラムっぽくないですか。ガチ肉体系っていうか、ルフ似合うんじゃないですか。うわ、指がつりそうだ。無理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 。後ろの部屋だよ。みんな見えてる？後ろってあんまり見ることないよね。これは私ルフが神ドラムと呼ばれるその日までひたすらに特訓を続けていくチャンネルでございます。あれ声が遅れて聞こえるよ。あー、声が後から聞こえてるよ。今日は後ろからお送りしているもんで、あの技を習得しているのに気持ちできないのが残念です。さて、ルナティックゴッドリベレーションにより神ドラムへの道はこのルナティックランダムボックスから落ち着札を引いてその内容を遂行することだと分かったので引きます。今日は何かな。これだ、見せろショバビスアイ。限られた環境でアプリプレイを華麗に決めろ。ショバビスはあのルガイの魂が本当に頑張ってやっているアプリでございます。もうやってなさすぎてね、中毒になっております。今禁断症状が出そうです。やらせてくれてありがとう。商売ロックのリズムゲームが新登場。みんなで一緒にライブスタートにゃん。ゲームオリジナルストーリーも多数収録。商売ロックフェスアライブ好評配信中。ショバフェスで検索にゃん。ということで華麗にルナティックプレイ決めたいと思います。レッツゴー。早速レベル1からやっていきたいと思います。まずレベル1、片手でプレイしろ。これあの他の YouTube であの上げている方とかがいらっしゃるみたいで、よく片手で音ゲをやるっていうのが、ルフィはまだやったことがないので初挑戦でございます。頑張ります。できんのかな。やる曲は君のラプソディ、これをやっていきます。この曲はあのルフィの魂が実際にあのイージーからエキスパートまでフルパーフェクトを出した曲なので自信があります。ルナティックスタート。右手でやります。君のラプソディ、大体同じ毎日。おー難しい。掴んできたかもしれません。喋ってたらミスった。できたー。うん、パーフェクト278、グレート5、ミス5です。次はフルコンできる気がする。結構センスあるかもしれません。もしかしたらエキスパートできるかもしれません。ルナティックチャレンジやってみます。コツをつかみました。こことかこことかここを駆使してちゃんと当ててやるっていう。おお。ああなるほど。ああ。99、グレート10、グッド2、バッド1、ミス12、ルナティッククリアー、イエーイ。まあレベル1でねつまずいてちゃダメだと思うんで、次レベル2頑張っていきましょう。ルナティック。レベル2はでやー。皆さんわかりますか。1キロと1キロの重りをつけてプレイしろー。もう拍手もままならないぐらいちょっと本当に重いです。ちょっと喋るときは起きます。今まででね、一番なんか神ドラムっぽくないですか。今までが神ドラムじゃなかったっていうことを言ってるわけじゃなくてですね、ちょっとこうガチ肉体系っていうか、ちょっとルフィ似合うんじゃないですか。ドラマーなんでね、鍛えていきたいと思います。曲はホアンのグッドバイサンキューエキスパート。
ルフィの魂の人はこれを、一応フルコンしているということで、ルフィも重りをつけてやっていきますよ。ホワン見てろあーやばいやばいあーやばい、ゆるやる。おもりとちょっと友達に なってきました。いいぞ。あーやばい、あーやばいやばい。この曲2分以上あるんで長いんですよ。いくぜヤスン、いくぜって終わりました。成功、汗だくでございます。結果パーフェクト687、グレート46、グッド3、ミス9という結果でございました。ミス9なんてね、ちょっとしたことがないんですけれども、やっぱ重りの力は偉大ですね。ということで、レベル2、クリアー。重い。次、行ってみましょう。接合。これは事件だ。レベル3は、ベベーン。ルフィは、囚われの女神になってしまいました。見えますか、皆さん。これは、低周波のビリビリな、あもう鳥肌が止まりません。ルフィのルフィはこれちょっと苦手かもしれないな。はい、そしてこの低周波のビリビリはルナティックゴッドリベレーションさんがね、ランダムの強さでいつ来るかわからない。さすがルナティックゴッドリベレーションですね。このビリビリ立ち向かっていきたいと思います。でもルフィのサバフェさえはこんなね、こんなビリビリに負けるほど弱くないので、私のサバフェさえ強く見せていきたいと思います。頑張るぞ。そこはエキスパートのヒロメです。私たちのオープニングソングということで気合入れて頑張っていきたいと思います。レッツゴー。しゃーはー。いつ来るかわかんないっていうのが怖いですよね。振り返る声をかけて笑う、見てこれをより笑う。おーなー、なんかビリビリの余韻みたいなものがありましてね、すみません、いつ来るか分かんないというのが本当に怖いし、ヒエールが来た後はなんかまだやられてるんじゃないかっていう気持ちになってきます。やーたー、あーやーたー、来たー、いやー、できるかこんなー、わー、いたミニモンスター、できるかー。チャンネル登録お願いします。ちょ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